はい、雑談してください。こんだけ懐かれてるんですか。生食パン発祥の店、懐かれてる。11月9日放送分、坂上裕二のエンモーニング。今回のゲストは神戸のロックバンド、ワンエリアの皆さんです。おー、すごいねなんかアイドルグループでしょ。そんな風に見えるなかなか男前、みんな男前やっぱりエリーちゃんが連れてくるだけあって、なんかおかしいなと思ってね俺に急にさ、なんか連れて行くバンドとかいいですか言うから、はい、完全に自分の好みやね。いやどっからもうどうするんですかねえ。じゃあもうちょっともう簡単にも自己紹介、どんなバンドですか。どうも、ワンエリアと申します。僕らは神戸初の歌物ギターロック爽快ロックバンドをやってます。アイドルじゃない。アイドルじゃないです。アイドルじゃない。男前やのに。じゃあどうぞ一言。あ、ギターコーラスハッターと申します。神戸で活動してるんで、皆さんぜひライブ見に来てください。はい、どうぞ。ワンエリアのベースのリクです。よろしくお願いしますねえ、フレッシュがすごいですね。ねえ、ちょっとこうまた近々、はい、あのイベントもあんねんね。そうです、イベントもあるんで。どこでしたっけ、いつでした。11月の12日に、うん、神戸太陽と虎というライブハウスで、僕たちの、今やってるツアーの最後の締めくくる日をやるので、よかったら見に来てくださいね。じゃあそういうこともね含めて番組内でいろいろ探っていきたいんで、はい、じゃあ皆さんに聞いてもらいましょう。聞いてください。よろしくお願いします。